G. ウォーラス・グレイアム・ウォーラスは、イギリスの政治学者、社会学者、フェビアン教会の創始者の一人、イングランド北東部のサンダーランドに生まれる、シュルーズベリースクールに学び、さらに、オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジに進む。オックスフォード卒業の翌年である1882年に、シドニー・ウェップを知る、ハイゲートスクールで古典の教師を務めながら、 社会学、経済学、心理学の研究に専念する。1884年にロンドン経済学校が創立されると、その政治学の講座を担当する。1886年に正式にフェビアン協会の一員となり、1888年には執行委員に推挙されるまでになる。1894年にはロンドン教育委員会、 1898年には、ロンドン技術教育委員会の委員を務めて、教育行政に尽力し、1904年には、ロンドン集会に選出されるが、同じ年に、関税問題についての意見の対立をきっかけに、フェビアン教会から去る。1907年に、ロンドン経済学校が、ロンドン大学に併合されると、その政治学の教授となり、1908年から20年に、 わたって、大学評議会の評議員として、積極的に活動する。1923年に教授を辞し、研究に没頭する。コーンウォール州、ポートローにおいて、生涯を閉じた。75歳であった。ウォーラスの最初の研究は、イギリス労働運動の立役者である、フランシス・プレイスを扱っていた。労働階級の科学的研究の先駆として、レズリー・スティーブンや、 マーク・ホーベル、ハモンド夫妻などの研究に影響を与えた。教育行政や政治の実際を経験したことは、ウォーラスの政治学の著作に様々な霊障を与えた。さらに講座における教授活動は、ウィリアム・ジェームズの心理学が更新しつつあった教育理論にも目を開かせることになった。その理論においては、人間の本能的衝動はもはや刑罰の対象ではなく、 教育によって投与されるべき事実であった。そこから人間性は制度によって変化させられるという認識が生まれ、人間性を制度から話して考察する従来の政治制度論の欠陥に気づくことになる。新しい心理学による発見の上に政治学を打ち立てるべきであるとウォーラスは考えた。固定された人間性を否定した以上、 出地主義的な政治学のアプローチにも批判のメスが入る。人間は利害や計算によってのみ行動するのではなく、本能や衝動によっても動かされるのであり、その結果は集団が大きくなるほど予見し難くなる。ウォーラスは大犠牲民主主義にとってつまずきの意思となりそうな要素、例えば大衆心理、広告、官僚などを指摘し、政治をより複雑な現象として示した。 ウォーラスは、司会にではなく、司会議員に興味を持っているのであり、彼にとって、政治学は、人間性の探求である。G. ウォーラス、政治における、人間性相分者、1958年、P253 から254。G. ウォーラス、政治における、人間性相分者、1958年、P257。ありがとうございます。